皆さんこんにちは。ただいまご紹介に預かりました風雅消防株式会社深野木組の深野木拓と申します。10分少々の短いお時間ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。今回鹿児島材の香りと肌触りに癒される夫婦の思いを形にした快適な住空間ということで、事例集掲載物件のご紹介させていただきますが、その前にちょっと、私ども深野木組のご紹介をさせてください。会社ですが、設立が昭和32年の10月1日、鹿児島市新谷町目、鹿児島大学の向かい側あたりで会社をやっております。昭和32年ですので、設立が67年になります。弊社の社長が昭和34年生まれでして、社長が生まれた頃に設立された会社、私の祖父が始めた会社なんですけれど、67年、父が生まれた頃と考えるとそんなに昔でもないのかなと思っていたのですが、調べてみると初めて5000冊が発行された年ということで、そう言われるとちょっと昔だなとも思いながら今回資料を作成しておりました。主な業務内容ですが、新築リフォーム、設計施工ですね、それから宅地建物取引業をさせていただいております。受賞歴としまして、住まいのリフォームコンクール、それから鹿児島市景観まちづくり賞、それからこちらは最近ちょっと出していないんですが、木造住宅コンテストでも過去に数度受賞をさせていただいております。私どもの鹿児島材のこだわりといたしまして、柱、梁などの構造材から床材等の直接肌に触れる部分まで鹿児島材を使用した家づくりということで、こちらにこだわって家づくりをしております。お施主様との打ち合わせで大切にしていることなんですが、まず完全自由設計の家づくりということで、時間をかけて何度もヒアリングを繰り返しながら思いを形にした間取りというものを作り上げております。それから長く快適に住み続けるためのご提案、間取り作りももちろんですが、断熱性能など住環境ですね、そちらの方もご提案を行っております。それから家族の暮らしを考えた家づくりに集中できる環境づくり、私ども家づくりに関してはプロかもしれませんが、ご家族の暮らしというものはそれぞれのご家族が一番知っている部分ですので、ご家族がどういった暮らしをする家が一番いいのかというところを集中して間取り作りに取り組んでいただけるような環境づくりに取り組んでおります。快適な住まいづくりのためにシミュレーション等を活用した設計も弊社で行っております。新築の計画時のシミュレーション、断熱計算、省エネ計算はもちろんのこと、リフォームでも右手にありますようにサーモカメラなどを活用して、より効果の高い断熱改修のご提案などをしております。全館空調はパッシブエアコンを採用しています。小屋裏に機械があり、ダクトを通じて家全体を空調するシステムです。家のどこにいても夏涼しく、冬は暖かい家づくりを目指しています。最近ではヒートショックという言葉も一般的になってきておりまして、よりこういったものが重要視される時代になってきているのかなというふうに思っております。それからこちらが冒頭で申し上げた住まいのリフォームコンクールで昨年奨励賞をいただいた物件です。20代のご夫婦が、それまでおばあちゃんが住んでいた家を受け継いで住むということで、左の玄関の写真で分かるように RC の建物だったんですが、増築部分だけ木造という住宅でした。こちら世代を超えて長く住み続けるための間取りや断熱改修などが評価され、奨励賞をいただきました。社会貢献活動としては、月一度の公園清掃、それから右手、ちょっと耳なじみのない言葉ではあると思うんですが、秘書シェルターの設置というものもやっております。秘書シェルター、こちら去年初めて実施したんですが、弊社の1階にお客様用に家づくりの本を集めた図書館がありまして、そこを開放して熱中症予防のために涼んでいただき、飲み物や冷たいおしぼりを提供するといった取り組みをしておりました。家の中での熱中症もやはり多くなっているので、家づくりをしている身としては予防のきっかけにこれがなればなというふうな思いも持っております。鹿児島みどりの工務店としての取り組みとしては、見学会、モデルハウス、それから完成物件の見学会ですね、それから、鹿児島材の魅力を伝える資料の配布、それからこちらもちょっと最近はなかなか実施ができていなかったんですが、バスツアーも過去には実施をしておりました。
それでは鹿児島木の家の事例紹介に入らせていただきます。こちら慶様邸ということで、所在地は鹿児島市内の物件です。今お子様も生まれてらっしゃるのですが、計画当時はご夫婦2人での家作りでした。木造平屋建てで、敷地面積が 51.62 坪、建築面積が 25.80 坪、延べ床面積も平屋ですので 25.80 坪です。若いご夫婦の2人でして、旦那様が私と同い年の方でしたので、当時で28歳の方ですね。建蔽率がこの土地 50% でしたので、平屋というご希望でちょっとかなりギリギリの面積で計画を行ったようになっております。こちらが間取りです。平屋を 51.62 坪の土地に建てるということで、無駄のない計画を行っていく必要がありました。まあ、広ければ無駄に使っていいというわけでもないのですが、無駄なスペースって言ってくると、やはり一番最初に挙げられるのは廊下かなと思ってきます。こちらをどう削るかというのも大きな点になってくるのですが、こちらの物件では玄関のところには、廊下が1箇所あるんですが、こちらは個室への通路も兼ねて、スペースを個室への通路を兼ねることでスペースを有効活用しております。ただ廊下も徹底してなくせばいいかというと、そういうものでもございませんので、例えば、右手の水回りへ続く通路、こちらはお施主様とお話しして計画進めていく中で、こちらからご提案してあえて設けた廊下なのですが、水回りへ、ワンクッションを置いて、来客時にも気兼ねなくトイレや洗面など活用できるようにということでご提案をしておりました。実際ご入居されてから話を伺うと、下の方、旦那様の声ですが、廊下があった方がいいのかない方がいいのか少し迷いましたと。建てる前には想定しなかったんですが、意外とお客さんが多くて、打ち合わせの時にいただいてよかったですというふうにおっしゃっていただきました。こちらがリビングのと和室の写真です。鹿児島材を使用した住まいは本来鹿児島材を使用した住まいは木本来の温かみや優しい木の香りがずっと感じられる快適な空間になります。長く住み続けるほどに少しずつ表情が変わっていき、家族と共に成長する愛着のある住まいになります。床はこちら杉のうずくりです。最初は白っぽい色を、ちょっとごめんなさい、写真だと分かりにくいんですが、もっと白っぽい色をしているんですが、年数が経つにつれ、こちら弊社のモデルハウスなんですが、飴色に色が変わってきまして、味わいのある表情、経年変化が見られます。これで、大体15年ぐらい経った頃の色味です。旦那様のまたお声ですが、木の多い家に住みたいと思っていたので、木の香りにも癒されています。お客さんからもいい香りですねって言われるんですよというようなことをおっしゃっていただきました。休日は家で過ごすことも多いというふうにおっしゃっておりまして、家族が集まるリビングは屋根勾配に合わせた勾配天井とすることで開放感のある空間としました。また和室を開放し、リビングと一体に利用することもできるようになっております。キッチン、ダイニングをリビングと一直線に配置することで、どこにいても家族の存在を感じることができます。計画時はこちらの和室、ご夫婦の寝室にしようかなというふうにおっしゃっていたのですが、その後お子様が生まれまして、下の奥様の声ですが、子供が生まれてからは和室は子育てのための部屋になりました。家事をしていても様子が分かって安心なんですというふうにおっしゃっていました。それからリビングから通じるサンルームは物干しスペースとリビングの収納を兼ねています。床は鹿児島材である杉、壁は珪藻土の塗り壁で仕上げることで調湿効果を高めました。洗面脱衣室も床は杉の木材です。壁は調湿効果の高い珪藻土の塗り壁を採用しました。濡れてしまってもさっと拭いてあげればカビなどの心配はほとんどありません。むしろ素足で触れることの多い場所だからこそ木材をお勧めしております。やはり木材洗面所に使うというのは、脱衣所に使うというのは気になる方もいらっしゃるのですが、弊社でも一度どうしても気になるということで、
じゃ あの脱衣所だけウレタン塗装しましょうかということでしたことがあるのですが、後からお話を伺うと、やっぱり塗装せず無垢のままにすればよかったです、冷たい足触りが全然違いますねというふうにおっしゃっていたこともあるので、弊社ではもうあの脱衣所も基本的に無垢のままの木でおすすめをしております。以上が事例紹介となりまして、最後に鹿児島木の家おすすめポイントをいくつかご紹介させてください。まず、鹿児島木の家おすすめポイント1位ですが、鹿児島木の家金利優遇制度というものが受けられます。鹿児島木の家の新築購入に対して住宅ローンの金利が優遇される制度です。こちらどの程度優遇されるかは取扱い金融機関によって異なりますので、あの各金融機関へお問い合わせいただければと思います。それからポイント2ですが、鹿児島 CO2 固定量認証制度というものもございます。木は光合成で大気中の CO2 を吸収するので、炭素を固定しているということになりまして、建材として木を使うと家の中に炭素を固定しているということになります。木材の使用量に応じてこれだけ温暖化防止に貢献しますよというものを見える化したものがこちらの認証制度となっております。そしておすすめポイント3、一番のポイントだと私は思っているのですが、やはり安心安全顔の見える家作りができるという点が一番大きなポイントだなと思っております。快適な家を建てるためにはその土地の気候風土を理解するということがやはり必要不可欠です。わざわざ地元の木材を使って家作りをするところは設計施工もしっかり考えているところが多いかと思います。地元で地元の材を利用した家作りをしているハウスメーカー工務店での家作りというのをやはりお勧めしたいと思っております。最後にまとめとなります。鹿児島木の家は知財知性の安全安心の家作りです。自然豊かな鹿児島で育った鹿児島材を使い、鹿児島の気候風土を深く理解した鹿児島緑の工務店での家作りを考えてみませんか。ご家族の暮らしに寄り添った魅力ある家作りをお手伝いします。ご清聴ありがとうございました。